はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、日本の資源とエネルギーについてお送りします。で、前回は世界のね資源とエネルギーをやったんですけど、今回は日本の話をしていきます。で、全部で穴埋めが8問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めのを始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、日本の話なんですけど、もちろんね、日本は山がち、つまり山が多いんです。なので水資源、まあ水のね資源に恵まれてます、日本っていうのは。なので1950年代頃、まあすごい昔ね、まあ、60年前ぐらいまでは、山地にダムを建設して、その水を利用したホニャララ発電に電力の多くを依存していました。で、まずこのダムを作って、その水を使った発電方法、まあ水を使ってるんでね、それ聞いたことあると思います。水の力の発電、つまり水力発電と言います。で、これ今ももちろん水力発電いっぱいあるんだよ、あるんだけど、当時はですね、もう水力発電だけでもほとんど依存大丈夫だったんです、日本っていうのは。で、なんでかっていうと、今に比べて必要な電力が少なかったんで、当時は。けれど、現在の日本っていうのは、当時に比べると、電力の需要、つまり必要な電力がめちゃくちゃ多くなりました。まあ、いろんなもね、家電も発達して、いろんなもね、電気もいっぱい使うようになったんで。なんで、電力がたくさん必要になっちゃったんで、水力発電だけだと足りないんだよ。だから、石油とか石炭、天然ガスを燃料とするホニャララ発電、まずこれね3つ覚えてね、石油、石炭、天然ガス、これを使うのを火の力で火力発電と言います。で、もう1個、ウラン、これも覚えてね、ウランを燃料とするのが原子力発電です。で、これが中心になってました。けれど、2011年ね、東日本大震災が発生して、そこからこの原子力発電がね、稼働停止になってるとか多くなってます。なので、今はちょっと比率が大きく変わってしまってるんですが、まあ、教科書の内容にちょっと一応沿ってね、動画を撮りたいので、一応コマを書いておきます。いいかな？まあだから主に水力、火力、原子力で日本は賄ってたんです。ちょっとね、今ここは変わっちゃってるけどね。で、なんだけど、2番同じ答えなんで、火力発電。まあ、それぞれにね、いいところ悪いところがあります、それぞれの発電方法に。で、今回火力発電取り上げるんですけど、まずいいところ、ホニャララの調整がしやすいっていうメリット、いいところね、いいところがあるんです。で、何の調整がしやすいかっていうと、火力発電ってね、発電量の調整がしやすいんです。つまり、すごく、例えば夏のクーラーいっぱい使う時期とか、冬のね、こう暖房いっぱい使う時期、電気がいっぱい使うって分かってる時期には、発電量を増やすことができるんです。で、必要ない時は減らすこともできる。つまり調整がしやすいんです、すごく。っていうメリットがあるんだけど、もちろんデメリット、悪いところもあって、その反面ね、温暖化、まあ、地球温暖化です、の原因となる、あるものが発生するんです、これやってると。で、それ何が発生するかっていうと、暖かい室、温室ね、温室、はい、漢字がちょっと怪しい、あ、どこだ、あ、ごめんなさい、そうだね、温室効果ガスと言います。温室効果ガス、これが発生するんです、火力発電していると。で、この温室効果ガスが温暖化の原因になるので、地球ね、こう環境破壊につながっているというデメリットがあります。で、またもう一個問題があって、さっき言った石油とか石炭あったでしょ、これ有限資源といって、限りがある資源なんです。これは掘って取り出すんですけど、いつかなくなります。だからずっとはできないのも火力発電っていうのは。でも今火力発電に依存してる率が高いんで、なくなったら困るんです。だからそれらに頼る割合を低下させなきゃいけない、あの火力発電に頼る割合をね。で、そのためにも、そしてあと、環境の汚染。ね、あの、火力発電やってると環境汚染してしまうので、そういうのを少なくするためにも、ホニャララ発電とか、ホニャララ発電などの再生可能エネルギー。この言葉絶対覚えてください。再生可能エネルギーです。
の積極的な利用が求められてます今。でこの再生可能エネルギー、いろんな発電があるんですけど、まあ、有名どころで言うとこれね、お家にあのついてる人もいると思います。これ太陽光発電です。あの屋根とかにね今ついている方多いと思うんですけど、とかあとは、まあ、個人的にはこの2つかな、有名なのは風力発電、風の力ですね。あとは地熱発電とかもある、日本であればその辺が有名。太陽光、風力、もちろん地熱もまるでいいから、ね、大丈夫です。でこれは再生が可能、つまり何度も何度も再生できるエネルギーです。太陽がある限り太陽光発電はできるでしょ、風が吹く限り風力発電、噛んだ、風力発電はできると。いいね、じゃあ全部これにすればいいじゃんって思うんですけど、いろいろ問題があって発電量が少ないんです。やっぱり火力とかに比べるとね、だから全部を賄えないし、まだ技術力がねまだまだなので、あのお金がかかるんです、つけようと思うと。いいね、だからそういったねこう金銭的な面とか、あとまだ技術的な面、すごいね発展はしてきてるんですけど、まあ、そういった面でまだまだ課題が残っているそうです、この辺はね。ただこういう発電方法ね、再生可能エネルギーを積極的に利用する、そして工場とか各家庭で、それぞれの家庭におけるあるものへの意識向上が必要となります。でこれはねどんな意識か、これ知ってる言葉です。これリサイクルね。でこれはまあ環境汚染を少なくするっていう面でもそうだし、最近ではレアメタルっていうものがあって、これね携帯電話とかパソコンなんかに入ってるあのね、なんだっけな、金とか銀とか希少、あとは希少金属なんか、そういうのを回収する、希少金属のことレアメタルっていうんですけど、でそういうのを回収してまた再利用したりとかするね、あの取り組みがされているので、まあ、そういうリサイクルへのね意識向上も必要だという感じになっております。いいかな。では今回は社会の地理、日本の資源とエネルギーについてお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で次回はまた日本の話なんですけど、今度はね農林水産業です、まあつまり農業ですねについて取り上げていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。